はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート45やっていきたいと思います。なんか大聖堂とかだっけに向かうために車が必要ということで、車の設計図ですね、これを完成させないといけないというところなので、早速で申し訳ないけど車作りをしていきます。材料は全部揃えてきたんで大丈夫なはず。よし、これで乗り物ができたのかって言ってるけどさ、多分未完成だよね、これ。だってこれじゃ走んないでしょ、どう考えても。とてもじゃねえか、動きそうにないぜ。そりゃそうだよ。さすがのビルダーでも失敗することがあるのだな。あれ、なになに、作り出したぞ。てかエンジンはエンジンとあとタイヤ、そんなさ、今液体みたいなの流し込んでたけど、どこに持ってたんだ。お、錬成しだしてる。ビルダーというより錬金術師だな。お、すげえ。あそこからどうやって、しかも結構かっちょよくない。何をしたのだ。先ほどの構造体をベースに乗り物を完成させた。黒い渦が突破できる。どういう仕組みなんだろう。背面のパイプから魔法エネルギーを噴射し黒い渦を中和する。そして内部で循環して次なる魔法エネルギーを作り出すらしい。すげえ、本当にすげえ。魔物を集めながら大地を走り黒い渦も突破できる。名前は何というのだ。超スーパーカー、単純すぎる。ネーミングセンスは合流以下。まあハートを回収して、これでついに黒い渦を突破できる。しかしこれはまだまだ改造していく余地がある。今のままでもいろんなところに行けますと。破壊の聖堂とやらにも行けるであろうし、友達の手がかりも探せる。超スーパーカー。名前決められないんだ自分で。二人乗り今のところ。ちょっと話すか。これで黒い渦を突破できる。操るには慣れが必要。ひとまず近くで練習してみてはどうだ。あ、そっか、自分で動かすのか。そして黒い渦の先なら滅びを待つ哀れな魔物がいるかもしれん。練習がてら探してきてほしい。練習がてらかよ。僕も車に乗りたい。一緒に乗って練習コースを教えるよ。メタッツと車の運転を練習しつつ魔物たちを集めてきてくれ。真ん中ハンドルが。早速車に乗ろう。ちょっと乗ってみよう。面白そうだ。車はゆっくり動かすのがコツ。焦らないでとにかくゆっくりやろう。 R2 を軽く押して細かく押したり離したりしながら方向を決める、まあ、R2 がアクセルってことだよね。スピードが出てきたら L2、 これがブレーキ。僕がナビしてあげるって。お、結構速いぞこれ。目的地、ほいほいほい。でこっち、ここまで全然乗れないね人が。ジャンプみたいな段差どうすんのこれ。今降りてるからいいけどさ、段差もなんなくいけんのかな。あと車って壊れない。あ、いける。あ、全然いけるわ段差。なかなか悪くない感じだよ。まだ慣れてないみたいだけど、そりゃしょうがないよ。あの黒い渦を突破してみよう。触れたら即死。この車なら大丈夫ってさ、オープンカーじゃんこれ。だって大丈夫なの。アクセル全開で、よし行くぜ。
おお、いった。やった、黒い渦を突破できた。もたもた走っていると黒い渦に吸い寄せられちゃう。あ、そっか、黒い渦は別に吸い寄せられたらダメってことだから、オープンカーでも大丈夫なのか。車の向きを変えよう。あ、ジャンプできるんだ。車がジャンプってすごいよね。いや、すげえ、普通にめっちゃジャンプできるんだけど。あ、降りちた。ちょ、待って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 。しかもさ、これ破壊してない？ブロック。段差を越えたり黒い魔物を吹っ飛ばしたりもできる。車なら、あ、車にならワープで戻れる。あ、それはいいね。魔物を見つけよう。青っぽい魔物がいたのに気がついた？全然気がつかない。え、でもさ、こっちにもさ、なんかいたよね、もう。リカントみたいなやつ。俺はもうここで死ぬんだみたいなこと言ってたやつ。こいつ、リカントじゃなくて名前忘れた。こいつまだ乗せられないのか。ああ、ダメだね。とりあえずじゃあ目的地まで行きますか。あそこか。お、スライ、うわ、怖怖怖、スライムちゃん。もう世界はおしまいなんだ。せめてみんなで終わりを迎えよう。誰だお前、人間か。何か用でもあんのか。もし世界が滅んでも生き残れるように箱舟を作ってる。俺たち本当はまだ死にたくないんだ。箱舟ってやつに俺たちも乗せてくれ。歓迎するよ、みんなで滅びの日を生き残ろう。ところで君たち、近くで他の魔物は見なかった？たくさんの魔物を箱舟に乗せたい。そうだな。ここから北西の岩の上に5つ目の魔物がいた。こっちか。え、こっちさ、ここに行けんの？急ぐに。強引。ザ・強引。あ、いた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 。お前は人間を。世界の崩壊から生き残るための箱舟を作ってる。おじさんなんだ。お言葉に甘えさせていただく方。いや、もういっぱいだよ。いや、強引についてくる。あ、乗った乗った乗った。いや、でも結構なスピード出るなこれ。めっちゃ強引に行けるし。やった、魔物を連れて帰ってこれた。あそこの少し高くなった場所、車を止めておくのにぴったり。車庫作れってこと？ガレージに戻った。あ、ここね。よし、次は、あ、こいつ仲間になるウホか。運ぶね、ウホか。まだ完成じゃない。お前たちも箱舟作りを手伝ってもらう。箱舟作り、バカ言うんじゃねえ。とろけてもハーゴン教団の魔物、ものづくりに手を染めるなんて。親方のオイラに従えねえってのかってこいついつの間にか。地獄様、ちょっとマントリル邪魔なんだけど。三神官の一人、地獄様。滅びの日の前にみんなで箱舟を作るのだ。すげえな、地獄さん。さすがの信頼。こいつら武器持たせなくていいっていうのが楽だよね。誰が戦闘用品かよくわかんないけど、全員戦闘してくれるのかな。私を知っているかって何。ハーゴン教団の魔物である俺たちがまさか魔物作りを手伝うなんて。友達の破壊神指導を探している。破壊神様が友達。どうやったら破壊神様に会えるかは知らない。魔物を探していけば必ず手がかりがつかめる。黒い渦を突破できるようになった。以前話した破壊の聖堂に行ってきてくれぬか。破
界の聖堂におる神官ならば滅びを待つ哀れな魔物がどこにいるか情報知っている。ひょっとすると赤い神指導様の手がかりもつかめるかもしれない。超スーパーカーで黒い渦を越え破壊の聖堂へ行くのだ。よし、では行ってくるか。もう一回車の出番。ガソリンとかのエネルギーは必要なさそうだからね。それはあれ、こっち、どこ、は、待って、あそこ破壊の聖堂って、え、これだって落ちるよね。ちょっと待って、よくわかんないんだけど、ここをまず越えていこう。じゃあよし、手はダメージ食らっちゃうよね、さすがに。おお、なんかいっぱいよくわかんないのがあるけど、え、これとか何、あ、こっちから引けってことだよね。そう、見て、あれか、あそこが破壊の聖堂。ひとまず行ってみようって。渦が近くにあるんだけど。超スーパーカーで山を登る。あそこに誰かいるみたい。あっちか先か。降りなきゃダメ。破壊の聖堂へ戻れない。おめえさん方誰でげす。足はドラーラ、ドラッキーでしょ。タイヤで見えねえんだけど。足が少ない。足とかねえだろお前。その乗り物に乗せてくれるなら案内するでげす。いや、こいつさ、乗せる必要あるか。あ、まだちょっと過労して残ってるね。え、俺にどこ行くの。なんかドラキーに引き連れられてるけど、いや全然もう地図見ながらほぼ走ってるから分かんないんだけど。この辺すげえな。破壊の特権オッケー。手がすぐてか当たり前だけどお腹は減ってくるんだな。もう 10% になっちゃった。いや、すげえ。ガチで破壊がすごい。こっちか。ジャンプしてけばいいってもんじゃないだね。いや、これ確かに歩いては無理だな。そのままジャンプで消す。意外にちょっと怖かった。ここが破壊の聖堂。名前の通り破壊されている。あの腕が壊した。ハーゴン教団の足もさすがに悲しい。足の師匠がいるでげず、はしごを使って降りてみる。どこはしごって。あ、あそこにはしごがある。うわー、ちょっと待って、危ねえ。ピョンって飛び降りてさ、痛い。おお、こいつか。誰です。私の祈りを邪魔する者は私を邪神官ヨージス。知ってのことですか。はい、私も高名になったものですね。三神官の一人ヨージスです。崩れゆく破壊の聖堂、人間のあなたが何のようです。ビルダー、箱舟を作り魔物を集めている。これは私たちが望んだ滅びの日なのです。滅びこそ我らの救済なのですよ。足はやっぱ死ぬのは嫌でげす。ビルダーの箱舟に乗せてもらおうでげす。ビルダー、もともとこの破壊の聖堂はこの地にやってきたビルダーが作ったものを再利用した。聖堂が破壊されて破壊への感謝を捧げていた時、祭壇の奥に何かありそうな気がして祭壇の奥を調べてみる。ちょ、行ってみるか。僕って壊していいんだよね。ぶっ
壊しちゃう一気に。お、宝箱。お、すっげえいっぱいある。うほーうほーってこいつ欲にまみれてんな。何をしているのです。いや破壊だよ。祭壇を破壊するとは。破壊することはいいことなんだよね。どうして教団のものは破壊しちゃいけないの。よし中のものもらおう。ほい、何これ。普通の素材だな。鉄の荷物。あ、ガラスがある。ガラス100。これはなんか微妙だな、まあ、ただ食料はね必要だからね。そう、新しくこれを作ったドロドロ炒め。え、今いくつ上がった。結構上がったね。邪魔だこいつ。ちょ、ほんと邪魔なんだけど取れねえ。金、いや一気に開いちゃおう。あ、種がある。クサクサグリル。破壊の聖堂の奥にものづくりの素材が隠されていた。我らが破壊できないであろう祭壇の後ろとは盲点でしたね。ビルダーが作った聖堂を使ったり自分たちの祭壇は壊せなかったり。教団って面白いね。破壊破壊っていう割に結局物を作れなきゃ困るみたい。破壊神様が許しませんよ。友達の破壊神指導がどこにいるか情報を知らないか。破壊神様の名前を知っているのだ。私は混乱してきました。私はあなたに少しだけ興味が湧きました。弟子のドラーラと共に箱舟とやらに行かせていただきます。乗れるこいつ。魔物は残っている。できるだけたくさんの魔物を集めたい。山の下に暴れ回っているゴロツキ。北向きに飛び降りられればすぐに会える。ちょ、帰れねえんだけど。これ使っちゃおう。他あったりするんだよな。なんか宝箱が。まあいいや。これさ、ちょっと待って、一回置いて壊したい。邪教のステンドグラス意外に持ってた。17個持ってたわ。え、全員乗れんの。ちょ無理やりすぎだろ。で、お、飛び降りる。いやもう無理だよ、乗れないよ。カンダタ、いやカンダタじゃないんだけどさ、こんなやつ乗り切れないよ。世界はもうすぐ壊れる。俺たちも壊して壊しまくるぜ。何をグズグズしている。それでもハーゴン教団の信徒なのか。こいつをくれてやる。さっさと仕事にかかれ。古びた魔法の玉。目の前のものは何でも破壊しなきゃな。え、話はそれからだって。一回しまおう。じゃあちょっと置きますか、ここに。はい、間違えた。はい、ダメージ食らってるし。あいつ おじさん滅びを待つ哀れな魔物って感じがしない。とにかく追いかけてみよう。戦ってくれんのか敵が出た時。この辺りをぶっ壊してやるか。どれ、全然わかんないんだけど。大きな角と上下の牙、あんまり見たことがなかった。新しい素材を生み出せる。マジで。高いところにあるものを壊すのはちょっと大変。古びた魔法の玉を使えば簡単そう。大地うがつ大牙、噛み砕く植木場、噛み砕く下木場、三つ手に振って、なんて名前知ってんの。じゃあちょっとこれ置いてみるか。そこに置けません。逃げろー。お、
お前さんなんでだから毎回食らってんだって。これさ、壊しちゃったけどそんないっぱい素材手に入んなくなかった？普通に壊した方がいいんじゃないか。げ、これで1個ってこと？そういうこと？どれがどれかわかんない。で、あと上か、上のやつをどうやって壊すかだよ。これがいっぱいある。クライミング用に使おう。ほい。これで一つか。なるほど。ちょ、待って。例によっていけねえんだけど。で、少し多めに。あるものはちょっと回収していこう。かっけえな。これ、地震が起こるとどうなんだっけ？指導のあれが来るんだっけ。腕が、あれ置けない。これめんどくせえな。これで2つ目。え、ちょっと待って、こうか。ここに魔法の玉を置こう。ちっちゃい。やったー、手に入れた。全然よくわかんないけど。禁断の錬成台に入れる。お？あ？さっきのおじさん、怒って悪い魔物になっちゃった。マジで？あれ違った。あんなやつ俺じゃねえ。ゴロつきがついてくるようになった。屈強な黒い魔物。確かに俺の攻撃じゃ全然当たんねえんだけど。はやぶさちょっと失敗したかな。持ってくんの火力が出ないよね。まあ2回攻撃ってのはなかなか魅力なんだけどね。黒い魔物を倒した。なかなかやるじゃねえか。俺ですら恐ろしくて手が出せなかった破壊神様の抜け殻を壊すとは。お前らの子分にしてくれ。世界が終わるまで破壊の限りを尽くそうぜ。ぬわに生き残るために箱舟を作っている。じゃあそこに行こう。単純だな。この辺りに他の魔物できるだけ多く箱舟に乗せたい。2箇所ほど心当たりがある。この洞窟を抜けた先、車に戻っていくのか。ワーフで戻れるって言ってたよね。車、いや強引すぎでしょ。だからこれをどうやってさ行くかだよね。向こう側にこのまま洞窟を抜けていく。洞窟の先だみたいなこと言ってたけど、ああこっち側が出口になってたね。お、こいつか。いやだからもう乗れませんって。ああ俺ももうすぐ闇の中に囚われてしまう。滅びの日。誰だお前。こんなところで黄昏れてないで生き残るために箱舟に乗れ。俺だけそんなとこには行けねえよ。ここから東にあるのは光を通さない暗黒の空間。ダチがその闇に囚われている。闇の中からダチを助け出す。歩いて行った方が良さそう。では歩いていくか。みんなついてくるんだ。げっ、マジで暗い。話す。
あなた誰です？こんな闇の中で話しかけてくるなんて。世界はもうすぐ終わる。だから僕は自分の意思でこの闇の中に囚われていた。闇の中は最初は怖いけど慣れてしまえばいい場所はない。こんないい場所はない。僕の友達が外で待っている。仕方がない。一度外に出て闇の中に来るよう説得してみます。闇の中から抜け出せなくなったら地図をよく見て来た道を戻るといい。あれは松明とか使えないのかな、ここで。まあ、持ってないけどさ。持ってたっけ。眩しい。本当に真っ暗。友達を闇に誘うためなら一時の光も我慢しましょう。さあ案内してください。闇の中から友達を連れてきた。どうして僕を助けてほしいなんて頼んだんだ。闇の中にいれば辛いことも見ずに済む。俺はまだ死にたくない。お前と見てえもんがたくさんある。箱舟ってやつを作ってやがるらしいんだ。どうよ、一緒に行かないか。この世界にはもう見るべきものなんて何もないと思っていたけど。わかりました、僕もお供しましょう。シルバーデビル。ムキムキおじさん。いやだからさ、定員オーバーですって。これどう乗んの。さあみんな乗れ。いやーシルバーデビル、こいつ乗れてねえよ。ダメージが散って、なんかその向きがおかしい。これさ、あの新刊死んじゃうよこのまま。引きずられて。あそこか。あれ誰だ。あ、骸骨剣士。こいつあいつに似てない。死なずの騎士。教団の騎士は死んでもここで蘇る。だがもう蘇らずに済む。この世界はもうすぐ終わる。みんなを乗せる箱舟を作ってるから一緒に来い。戦いからの解放を望んでいる。世界の崩壊こそ我々の悲願。いや怒っているのか。3体全てを説得できたら考えてやる。2体は高いところにいる。ちょ、場所はあれだね、示してくれんだね。アリが来てる。普通にジャンプでいけるかな。ちょっとところどころ崩れてる感じのところもあるけど、作るか足場を。落ちたらやり直しになるかな。ちょ待って待って、最後の一マス。あ、話せばいいのか。全く言ってること一緒だな。下にいる騎士に説得するよう言われた。消滅する前に一目見ておくのも悪くない。使わないと。あとはこっちの方。まあ、下にいるね。お、腕。うわ、しまった。まあ、いいや。これ、一瞬だけでもできるからね。ん、どこ？破壊していく？これは破壊できるっしょ。あ、いた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 。わかりづらいとこにいんな。俺様は死なずの騎士。はぐれたあいつらにもう一度会いたい。貴様はミカミックス、それに目立つ。こいつか、キッシム。俺様は死なずの騎士。こんなところで会えるとは。話は道すがら聞かせてくれ。一緒に行くぞ。ハーゴンの騎士、こいつはま、ちょっと待って待って待って、大丈夫、落ちてくる。え、あとどこ上って、この上。2体が高いところにいるって言ったよね。でハーゴンのキッシムさんは低いところだよね、どう考えても。ちょっと見渡してみよう。あ、あそこか、めっちゃ高いところにいるわ。すげえ高いところにいた、本当に。おお、こ
ここで食らったらさ、ちょっとやばくねえかこれ。ちょっと待って待って待って、どうなってる。みんなついてきてる。みんな怒って悲しい悲しい世界だ。俺一人で行くからお前ら下で待機しててくれ。いやあいつ何なんだ。高さが合ってんだか分かんないんだけど。来ては落ちて。これこそ死なずの騎士だな。一本道は不安だな。二本道くらいで作っていきたいけど怖い、本当に怖い。いや高いところって怖いね。お前どうやってここに登ってきた。あびっくりした、危ねえ。箱舟、世界が滅ぶとか嫌だったんだ。お前についていくぜ。さあここから飛び降りようぜ。そうだな、お前は死なないかもしれないけど他の人たち死んじゃうぞ。車は違うか。まあこれでちょっとずつ下に降りられるみたいな。 OK。 うわ降りすぎた。いっぱい言いすぎだったから騎士たちを集めてきた。これは我らが望んでいた滅びの日。いくら仲間を集めようとミスミス。貴様騎士に二言があるのか。ミカミックスについていけば間違いはない。これは騎士チーム様、すいません。他の騎士ととっさに見分けがつかず。よし、それじゃあミカミックス、俺様たちも車とやらに乗せてくれ。乗せられません、この人数は。よし、箱舟に戻りましょう。洞窟を通らないと帰れない。地図を確認しながら箱舟に行きましょう。もういいよ、もはや突っ込まない。こっち行ってこの中か。ちょちょ強引すぎる。ちょ邪魔なんだけど、このさ勘型が邪魔なんだけど、でかくて。こっちの方でいいのかな。なんかあれが分かんないんだけど、地図が。てかお腹が減ってきた。いけねえ。地図を見ながらって言ってもさ分かんないんだけど。でかこっちから行ける？じゃん。すげえ、やっぱり広いわ世界は。おお吸い込まれている。あ、いつの間にか帰ってきた。全然わけわからず帰ってきたぞ。これが箱舟。車がガレージに戻った。お腹すいた。あ、50も回復するんだこれ。すげえ、人じゃないけど魔物が増えている。先に料理、これとこれ。ちょ待って待って待って、わけわかんない。これが箱舟、すごいぞミカミックス。お前が橋を作った時から俺様は。貴様キッシム、あそうか、これついてなかったんだ。キラージーグレムリン。幼児、やはりそなたも来たか。はい、我々が壊せるものを壊し、社会神様と友達だというビルダーに興味を控えたんです。こっちのが地獄のが偉いんだ。全て滅びることが正しいのか分からなくなってしまった。私も地獄様と同じです。我々も箱舟の一員となり、あなたが何をなすか見届けましょう。キッシム、ヨージス、ドラーラたちが仲間に加わった。もうこいつらの管理はできないぞ俺には。次
よくぞ箱舟に乗せる新たな魔物たちを連れてきた。破壊の聖堂で素材も手に入れた。ここに来たからにはお前たちにも箱舟作りを手伝ってもらう。共に滅びの日から逃れるのだ。作るなんて聞いてねえ。キッシュ、キッシュ結構偉いんだよね実は。友達を助ける情報が欲しい。破壊神様がどこにいるか知らない。破壊神様にはハーゴン城でなら会えるかもしれません。ハーゴン様の城ならちょうどここから見えるあそこ。完全にバリアが張られてんだけど、何、どこかで見た建物だとは思っていたが、あれがハーゴン様の城だと。いつの間にあんな場所に浮かんでいた。これも破壊神様のお力なのか。あそこには黒い渦もあるし、あの車が飛べでもしなきゃいけない。もし空を飛べても城の周りには強力な結界がある。簡単には近づけない。まだまだ問題がある。なんだ、どうした。友達を助ける新たな情報を得た。ハーゴン城は空に浮かんでいて、周りには結界も張ってある。超スーパーカーはまだまだ改造できる。箱舟の設計図の続き。箱舟は多分みんなが作ってくれるからね、素材さえ入れとけば。今度はどこの部分を作る気じゃ。箱舟の外壁、箱舟の下の部分、船底。それで箱舟はほとんど出来上がる。外壁はいいけど、船底っていうのはどうやって作る。箱舟は地面にくっついている。箱舟の下の地面を壊せばいい。おお、壊した。また壊してるか。箱舟の下の地面を壊した。やはりみんな破壊となると仕事が早い。箱舟の外壁と船底部分の設計図を書いてくださいと。船底だから全然わかんないね。続きの設計図が書けた。アイアンの壁めっちゃ必要だな。マシンの壁も必要だな。光る壁天とかいろいろ。エアベント、ドーム型窓、はしご、ろうそく、ブラックライト、舵ハンドル、とにかくいろいろ必要ですと。ものすごい箱舟ができそう。船底の部分はよく見えないけど、この設計図が組み上がれば箱舟も完成に近づきそう。次なる設計図を組み立てるための準備を進めておいた。この収納ロッカーに入れておく。マシン壁とアイアの壁を作っておいた。どうやって作ったんだよ。破壊神様の抜け殻を集めておいた。あ、それは結構いいね。あ、もう動ける。あ、動けない。現場は任せとけ。足りない建材をじゃんじゃん入れてくれと。さて何がある。引き裂く小舟。あ、ここら辺だよね。アイアンの壁300個400個。足りるか300、400ごときで。こっちじゃない。まず必要なもの全部確保しよう。あれ、ちょっと中に行っちゃった。
俺が金のインゴットがな、結構使うんだよな。てか足んなくねえか、金のインゴット冷静すんのか。さっき手に入れたあれを、これ一個ずつ冷静しよう。何ができるか分かんないから、あちょ冷静しなきゃ。はいはいはい、と食い物できたんで、もう一個作ろう食い物。 50% 回復はだいぶ役立つね。でこれだよな、めっちゃ必要だから300個。これもめっちゃ必要だけど、まあ、それなりにねシドニウムは作ったからね、まあ、どうせ第3段階も設計図書くんでしょ、少し多めに作っておきましょう。でシドニウム足んなくなって、逆にまた足んなくなってきたな。じゃあ400個いらん、10個で十分か。いや、やばい、ガチで必要だ。ちょっと本当にシドニウムが半端ねえな。入れるのはこれこれこれで回収32個。何を、あ金のインゴット18個できたね。あすげえできたわ一気に増えた。ガラスもできるのか。もう食べちゃおう、これドロドロ炒めで、ここにも入れておいて、シドニウムか。今の手持ちだけで足りるかな。いやこれめっちゃ必要だ。あ足りねえ、シドニウムが足りねえ。めっちゃ作ったとか言ったけどさ、全然足りてねえじゃん。邪教の壁じゃなくて、これをまた大量生産しなきゃいけないのか。はい、そうだね。じゃあちょっと量産体制に入ります。多分ねこれで物自体は全部揃ったはずなので、あとはまたできる上がるのを待ちましょう。その間にシドニウムが全く足りないんで、大いなる鱗でシドニウムを大量生産してます。しばしお待ちを。すっげえ今更なんだけどさ、さっきこれ24の8になってるじゃないですか。まとめて入れられるんだ、知らなかった。10個くらい入れとくじゃん。9個までか。これ絶対コメント来てるよ。いやもうあのだいぶ進んじゃってるんで、あの気づいたのは今気づきました。奇妙な箱舟を設計したものですね。独創的で異世界の物体です。キラーマシーンから発想を得たのかもしれませんが、もしかしたら背中の方に秘密があるのでは。それは秘密。素材を禁断の錬成台で設定しているそうですが、あなただけでやるのは大変ではないですか。ゲー自分だけでやったよ。部屋の中に特定のものを置き、禁断の錬成部屋を作ってくれれば私たちでも素材を錬成できそうです。今箱舟の中にあるハーゴン教団、禁断の錬成部屋にしてしまいましょう。
邪教の祭壇があるハーゴン教団の中に禁断の錬成台と収納ロッカー、邪教の松明と邪神の像、邪神の花柱を2つ置けば禁断の錬成部屋。邪神の像はもう持ってるかもしれないけど、もしあなたなら作れるのではないですか。いや、もっと早く言ってくんないかな。邪神の像、もう割と出来上がりが近いと思うんだけど、さっき誰か困ってた人がいたんだよね。なんとかが壊せねえみたいな感じで。大丈夫か。カジハンドルが作れねえんだけどさ、ベル鳴らさなきゃダメ、もしかして。残りの 1%。 ビルドレベル2、あ、2でマックス。新しい仲間がやってきた。こいつら勝手に来たんだ、助けずとも。レシピ、あー、カジハンドル、あとこれだけ。言ってくんないからな、鳴らしてくれって。カジハンドル、そいつで船を操縦しよう。鐘の音に導かれて新しい魔物も来た。新しく来た仲間たちと話してくるがよい。あ、魔物か。奇妙な鐘の音が聞こえてフラッと来てみたら、一体全体なんだこれは。ビルダー、箱舟作り、なんということだ、今すぐ破壊してやる。おいおいお前ら、もうそういうのはいいんだって。こっちは大詰めってとこなんだ。ちゃっちゃと仲間になってさっさと仕事しろ。破壊神様の友達なのじゃ、協力しなければ罰が当たるぞ。ガーゴイル、え、ベビルなんていた。あ、上にいるのか。気づかなかった。よし、じゃあ最後のカジハンドルを作りますか。はい、で、めんどくさいからロッカーに入れよう。頼むぞ、みんな作ってくれ。意外に時間かかるんだよね。ああ、拠点破壊されると面倒っちいかな。あっちか。敵自体はそんなに強くないんで、サクッと倒せんだけど。 OK、 怪我を結構調達できたな。じゃあ作ってくれたまえ、最後のカジハンドル、どこに置くの？ある、ちなみに。あ、ないね。回収してったか、作るために。ちゃんと作ってくれてんの本当に。カジハンドル1個置くだけでしょ。俺が置いた方が早かったかもな。カジハンドルどうやって作るんだっけ。あ、全然余裕だ。俺が置くのが早いか、完成が早いか。邪神の像が足りねえな。そんなん必要だっけ。それあれじゃないの。げっ、邪神の像確かに1個必要だ。じゃあこれも入れて、
あと足んないのある？か、火事ハンドル置いてくれたのか。意外にこの素材ってなんかミスるよね。よし完成。あれで誰に話せばいいの？こいつ多分あれだよね、禁断の錬成の部屋を作ってくれって言ってるだけだから。地獄様どこ行った？え、禁断の錬成部屋も作んなきゃダメ？そんなことないっしょ。地獄様がどこ行ったかだよ。あいつ逃げた、もしや。いなくなった地獄が。禁断の錬成部屋作んなきゃダメかな。近代の錬成ナイト収納ロッカー、邪教の松明、邪神像。邪教の松明どっか、いいや、もうそのまま作っちゃおう。で、邪教の祭壇、邪神像で、これが2つだっけ。で、邪神の像どこに置く？上に置くか。はい、逆向いてる気がするんだけど。すげえ、なんか変なとこに落ちた。見えねえよ。収納ロッカー、じゃあこっちの端の方に。ロッカーっていうのが似合わないよね。あれ、あと何？邪教の祭壇、錬成台、収納ロッカー、松明1個ずつ、花柱2つ置いたよな。ちょ、待って、一回こっちに集めよう。みんな突っかかってるし、これは場所が悪いのか。え、そんなことないよな。石像の間、ただの石像の間なんだよな。あ、これ不次元だ。一個回収してくるか。じゃあここ置けません。これを置いて、やっぱじゃあ石像ゴリア。あ、これ何？あ、これあれじゃん。よし、禁断の錬成部屋ができて、改めて問いますが、破壊神様と友達のような一体どういうことなんですか？理由はなく友達になったから、たまたま破壊神、友達になったら破壊神だけだった。よし、これで物語が進んだ。一体なんだこの揺れは。破壊神様のお力がより強力になっている。破壊神様は目覚められたばかり。この地を破壊しておられるのは滅びの日の前の準備運動。完全に目覚めれば世界は終わり。破壊神様と友達なんだろう。破壊神様とはどんなお方なんだろう。かぼちゃのマスクで踊ったり、荒くれと筋肉儀式をしたり。こんな恐ろしいことをする破壊神様がそんなお茶目なはずがない。大丈夫、もう完成したから、引き続きも何もないんで。よし、これでじゃあ、物語が進んでいきそうなので、今回はこれで終了して、次回は、まあ、時刻に、話して進めていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。